大宮からまだお送りしております。どうやら体調がね、良くないようで、まだね、熱出てて大変だったんですよ。今もまだ熱あると思うんですけど、とりあえず午前中は療養してました。コンフェクト中島さんのとこで買ったね、レモンケーキ。今月28日まではね、まだやってます。気になる方は行ってみてください。食べてみたいと思います。レモンケーキってね、なんかよくコンビニとかで売ってますよね。レモンですね、本当に。こんな感じです。ついでこっちに。食べてみたいと思います。おいしい。昔ながらの、感じですよね。紅茶を入れました。コーヒーを多分飲むとまたお腹はね、壊しちゃうんで、最近は紅茶とか緑茶とかそっちの方よく飲みます。2日はね、今日金土あで日曜日もそうか、日曜日仕事行って、日曜日の夜が学習会、また大阪でやります。学習会、そして忘年会ですね。この後日程はね、ちょっと、後半にかけて、割とゆったりめなんですよ。おいしい。もっと買っとけようかと、これ。レモンケーキはでもどこ発祥なんやろうな。京都のどっかの洋菓子屋さんにも確か置いてるんですよね、これ。こんな昔ながらの感じのね。やっぱちゃんと作ってるなって感じの味です、本当に。コンフェクト中島、ぜひともまだ皆さんやってますんで行ってみてください。高泉寺で駅降りて、まっすぐ歩いたらね、その素敵な建物が見えてくる。お茶も美味しいです。そうだな。そんな感じですね。プラザ合意の話はね、だからその時にもまだするんですけど、でも、アメリカもこの後どうするんだろうな。結局トランプがあれは返り咲く流れかな。なんてことを思いながらちょっと過ごしてます。藤原先生の動画がね、また面白かったんで見てました。概要欄とかにまた貼っとこうかな、ちょっと藤原先生の動画を。岸田君も本当にろくなことをしないなということなんですが、普段何もしない人ってこう動き出すと、いや、やっぱ動かんでよかったみたいになってくるっていうね。僕らは明石の市長とね、れいわ新選組を応援してますんで、それでは今日はこの辺で、また後ほど。